会社はあの JR 東日本、JR グループ発足30周年という節目の年にあたります。これまで鉄道はさまざまな歴史を刻んでまいりましたが、この列車で、鉄道の未来、新たなステージを築きたいというふうに思っております。この列車は上野を出てお客様、そしてクルー、さまざまな地域の皆様とともにですね、また物語を紡いで上野駅に戻ってくるという列車でございまして、これは実はあの鉄道ではあまりやったことのないストーリーでございますので、まあ、そういった新しい鉄道の旅を通じて鉄道に対する見方、あるいは鉄道に対する興味関心がですね、今一層膨らむことを期待しております。